にぐる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 回します。よいしょ。こんにちは、五十嵐美幸です。毎日食べれる美味しい中華をテーマにお店や料理教室などをやっております。今日は香り高い天津飯を作っていきたいと思います。まず材料こちらですね。卵、やっぱ天津飯だから卵、そしてねご飯でね、卵に使う生クリームと、あと今日は長ネギを使っていきたいと思います。さああとね、調味料でね、今回香り高いってつけましたよね。じゃん、こちらの秘密兵器です。ニンニク生姜豆板醤、もうそのままですね。中華の香りを作るときにやっぱりニンニク生姜豆板醤っていうのはやっぱり大事な元なんですけど、今回ねこれを使って香り高い天津飯を作っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。まず卵ね、こちらにね3つ、割ってあるんですけども、ここに長ネギ、長ネギをね斜め薄切りでいいです。ご家庭でよく作るときにどうしても中華ってやっぱ香りが大事なんですけど、その香りの立て方がね難しかったりすると思うんですけどね、そこのポイントもしっかりやっていきたいと思います。さあ卵に長ネギを入れていきます。よいしょ。さあそしてここに生クリーム、今日生クリームね大さじ2入れますけど、例えば生クリームがなかった場合牛乳でもいいので、ちょっとここにやっぱりあのコクのある液体を入れるとすごくあの深みのある卵になるのでね。さあこれをよく混ぜていきます。よいしょ。ネギを一緒に入れてこうやって混ぜることによって、あの卵が固くならない、やっぱりこのネギが間に空洞が入るので、よく混ぜてあげてください。こんな感じかな。よし、もう早速ね炒めていきたいと思います。この天津飯のふわふわな卵を作るポイントとしては、しっかりねフライパンと油を温める、で少し多めの油です。ちょっと煙が出るぐらい、だいたい温度的に言うと150-160度まで温めちゃっていいぐらいです。じゃあイメージ的にね、このね卵をポトンって落とした時に、よし、じわじわじわっとこうやって上がってくるぐらい、うん、そのぐらいしっかり温めてあげてください。じゃあそろそろ炒めていきますよ。一気に入れていきます。ザバーっと、よいしょ。一気に入れて、そして一気にぐる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 回します。こんな感じで一気にぐるぐるするとすぐ半熟になるんですよ。そしたらちょっとこうやって形を、よいしょ、整えてもらうとすぐにほらこうやってスルスルスルっとなるので、そしてひっくり返せれば一番ベスト、ひっくり返せなかったら一回お皿にこうやって置いたりとかもしていいですからね。よしって、こんな感じでふわっとさせます。ちょっとね厚みがあるぐらいが美味しいかなと思います。でちょっと半熟ぐらいなので、一気に炒めて、それでガーッと混ぜて形を成形して軽くひっくり返してもらえれば、もうすぐふわふわの卵の出来上がりなので、もう早速ご飯の上にね、よいしょ、乗っけていきます。もうほらふわふわでしょ。今度は天津飯のおソース、フライパンはね結構綺麗なので、ちょっと汚れてたら拭くぐらいで、このまま1個のフライパンでいっちゃいましょう。さあごま油、まずごま油を入れてあげますね。ここで美味しく香りを作るのに、このニンニク生姜豆板醤、美味しい中華を作るのにはやっぱり香りを作ることが大事なので、やっぱりニンニク生姜豆板醤全部混ざってますからね。よいしょ、これを入れて、そしてここで軽く、よいしょ、炒めていきます。そしたら多分ね一気にね香りが出てきます。あー、もう伝わるかな、ふわーっとね香るんですけれども、一気に炒めたらもうここで今度は中華スープ、中華スープを入れていきます。よいしょ。さあそして中華スープを入れたら、ここに酢、醤油、砂糖を入れていきますね。まずじゃあお砂糖、お醤油、そしてお酢、はい、で一気にね沸騰させてあげます。なのでニンニク生姜豆板醤を先にちょっと炒めて香りが出てきたものを今度はこのスープに移す、だから美味しくなるんです。さあこんな感じで沸騰してきたらね、あとは水溶き片栗粉でねとろみをつけていきましょう。自信がない方はね、あの火を止めて
ゆっくり入れていただいてもいいですからね。基本的に落とすところ、ちょっと片栗粉を落とすところを少しずつ混ぜながら、一気に入れるとね、ダマになったりとかするので、少しずつ少しずつ落としながら回していきましょう。こんな感じで、ほら、もう香りがね、すごくふわっとして美味しくなってるので、さあこんな感じでとろみがついたらかけていきますね。いきますよ。よいしょ。もうたっぷりのタレで、はい。そして最後ちょっとね、彩りに青ネギを散らしていきましょう。はい、これで香りたっぷり天津飯の完成です。今回この天津飯を作りましたが、そもそもなぜこのニンニク生姜豆板醤が出来上がったというと、私結構お料理教室をやっていて、必ずやっぱりどんなお料理を作るのにも必ずニンニク、みじん、生姜、みじん、豆板醤っていうのは結構使うんですけども、やっぱりここのニンニク生姜の作業がね、やっぱり結構大変、毎日ご飯作るには大変になるので、じゃあ合わさったものが作れないか、ゆきさん、ニンニク生姜豆板醤を一緒にしたものってないんですよ、作ってもらえますかって言ったら、分かりましたと。それでやっと作り上げられて、でもう料理教室の生徒さんにも、待っててね、もうすぐニンニク生姜豆板醤が来るからなんて話をしてたんですけども、ニンニク生姜豆板醤、これぜひ使ってみてほしいです。そしてもっと簡単になんか美味しい中華が家で作りたいという場合は、こちらを用意してあります。お店で麻婆豆腐作るのには、やっぱりこの豆豉醤とか甜麺醤とか合わせ調味料を作るんですけども、その合わせ調味料がこちらです。もうここにね、旨味たっぷり、香りたっぷり、豆豉の香りがしっかり入ってる調味料なので、もうこれはもうお豆腐、そしてネギ、もうお肉、ひき肉、もう買ってきてもらって、もう炒めて味付けはこちらにお任せください。まずひき肉ですね、ひき肉をね炒めていきたいと思います。麻婆豆腐ね、まあもう本当合いびきでもいいし豚ひきでもいいので、ひき肉を炒めていくんですけど、このひき肉が結構油が多い場合は油入れなくてもいいんですけども、ちょっと脂身が少ない場合はちょっと油も入れてあげて炒めてあげてくださいね。香りをね作ってってあげることが大事だって言ったんですけども、ここのひき肉のやっぱりこの臭みをしっかりね取ってあげるのによく炒めていくっていうのがね大事です。よくさ、麻婆豆腐はこのひき肉をしっかり炒めて肉の生臭さを消して、今度はお肉の香ばしさを作る、ここの工程はね大事なのでね、しっかりやってくださいね。さあ、そしたらある程度炒まったら、ここにじゃん、この麻婆ソースの合わせ調味料のやつをね、もうここでピリッとすぐ切れるので、うん、これを中に入れていきます。こうか、はい、やっぱりね香りのね作り方が違うんですよ。そしてお水も入れていきますね。フライパンにこのおソース入れただけで一気にね香りが出てくるので、でお豆腐ですね、お豆腐は今日木綿使っていきます。でできればさっと茹でるか、もしくはちょっと電子レンジでもこの温めてちょっとお水を抜いてあげた方がより味が染みやすくなるかなと思います。そしたらこのお豆腐を入れていきます。麻婆豆腐も私もやっぱりね香りがすごく大切だと思うので、この深みのある、うん、特にこの豆豉、甜麺醤、この甘みと深みがねすごく大事なので、あとはねこのままね本当に軽く煮込んでいくだけなので、3分ぐらいかなんかね煮込んでいきます。こんな感じでね、お豆腐にほら色がだいぶ入ってきて味がね染み込んできたら、ちょっとおネギも入れていきましょう。そしたらあとはもう水溶き片栗粉でとろみをつけるだけですね。結構この肉肉しい感じがねすごくする麻婆豆腐に仕上がっているので、でこれはもうほんの少しとろみをつける感じでいいと思います。今日はこれお豆腐でやってますけど、例えばナス、麻婆ナスとかでもいいですし、私結構おすすめが麻婆トマト、トマトをざく切りにして豆腐の代わりに入れたりとか、いろんなねパターンが楽しめると思うので、この麻婆豆腐のこのおソースがあるといろいろちょっと楽しめると思います。さあ最後、くつくつ
煮込んであげて、ほらどんどん最後ねちょっとこのままにして少し火を入れてあげると香りがまた一気にね膨らむので、香りをしっかり作ったお料理って冷めても美味しいんですよ。冷えても美味しいのでお弁当なんかにもねおすすめかなと。さあこんな感じでさっと混ぜ合わせてお皿に持っていきます。簡単でしょ、もう本当に味付けは任せてって、食材を買ってきていただいて炒めて煮込むだけで。さあちょっと最後ね青ネギをね散らそうかな。よいしょ、はい、麻婆豆腐の完成です。やっぱり麻婆豆腐って香りとこの深み旨味っていうのがすごくやっぱり大切なんですね。それに私たちやっぱお店でこの豆豉を下処理してから豆豉醤を作ったりと、結構この工程がやっぱり美味しさの秘密なんですけども、有機食品さんは中華のねやっぱり食材から調味料を持っているので、今回この深みとこの旨味と香りが作ることができました。なのでぜひこの麻婆豆腐ソースで美味しい麻婆豆腐を作ってみてください。今回有機食品さんと一緒に作り上げた調味料がこちらです。まずねこのちょっと蓋がついてるタイプはもう基礎中華調味料、先ほどのニンニク生姜豆板醤だったり豆豉甜麺醤だったりジーマー醤、要はあの深みや香りを作るこの調味料と、あと極うま中華調味料です。これはもう本当合わせ調味料みたいになってるようなね感じで、先ほどの麻婆ソースもうこの合わせ調味料とこの麻婆ソースがあったり、基本のもうエビチリ、あとホイコーロー、チンジャオロース、そして酢豚、意外に酢豚のタレってないでしょ、そしてニンニク、塩ニンニクね、この塩ニンニクのこの塩だれはお野菜いっぱい食べれる、肉野菜とかにこのニンニクがちょっと効いたうまい、よく中華で野菜炒めあるじゃないですか、あんな感じのねイメージに作ってあったり、今回やっぱりね有機食品さんと作ることによって私が大切にしているこの香りだったりうまみだったりこの深みっていうものがこの中に入ってあるので、あのちょっと皆さんご家庭でいろいろ作って、でまたここの合わせ技、例えばニンニク生姜豆板醤にさらにこのエビチリのタレを加えるとこの香り辛みうまみアップになるので、ちょっと皆さんぜひいろいろ試してみてください。